哲学は非常に愚劣で醜い学問であり、物理学は美しい学問である、なんて言うとですね、不思議なことに哲学の人がカッとして怒り出すわけですよ。結構怒り出すんです、現実に。私がこう冷やかすんですね。あれ、こんなことであなた腹立てるんですかと。じゃああなたの哲学って大したことないですね、他の人が別の意見を持ってるっていうことも腹が立つんですかつって、冷やかしたことが実はあるんです。1回か2回ですけどね。ちょっと自分の学問を批判されたぐらいで相手の言うことを十分に聞かないで腹を立てるっていうのはですね、実は学問を学んでない人だと今まで哲学者が言ってるんですよ。哲学というのは知である、だから人のこともじっくりと聞くんだと、まあ言われるんですけど実は自分のことを批判されると買ってくるんですね。この哲学は愚劣であり物理は美しいというには深い意味があります。これはですね、どういうことかと言いますと、人間は生物の一種でありまして、生物というのはですね、DNA と脳情報で動いてるんですが、これは自己保存と種族保存が最終目的なんですよ。それが完璧に行われるように仕組みとしてできてるんですね。非常に巧みで、一見して自己犠牲に見えることもあるし、矛盾した行為のように考えられるんだけど、よく考えるとですね、人間の行動の言動のほとんどはですね、種族をいかにして保存し自分がどうしたら栄えるかということに目的があるわけですね。それはある意味で生物として極めて正しいわけです。これにを考えますとね、哲学っていうのは人間の理性で論理を構築するわけですね。ですから、これを科学的に考えれば、自分の頭が正しいと考えることはですね、種族保存自己防衛の範囲を出ることができないんですよ。したがって、哲学者が言うことはですね、自分が得になることといったことに過ぎないんですね。こういったですね、自己到着があるわけでありますが、これをどうするかっていうのはですね、我考えるゆえに我ありなんていうのもありますけどね、多くの哲学者は、うっかり自分が哲学の道に入った、ここでいう哲学というのは政治学だとか法学とか経済学とか倫理学を含んでますけども、実証的にならずして、もしくは実証例が非常に少ないのにある結論を出すという、そういう非科学的学問というのを言ってるんですけども、それはですね、しょうがないから自己を防御したいということの自己保存の殻に閉じこもっているわけですよね。まさに理屈通りと、いうことになるわけですね。つまり実証的学問、我々の頭で考えるんではなくて、自然だとか実験結果に基づいて何かを構築していくっていうのは、人間の頭 その自己防御から抜けることができるわけですね。経済学なんかそういう手法あるんですけど、ダメなんですよ。なぜダメかって言いますと、経済学が現在出している結論と経済学が参考にしている事実とを比べますと、事実の量がものすごく少ないんですよね。だから経済学はいつも間違ってばかりいるわけですね。これはどうしてかって言いますと、非常にわずかな事実から、あと哲学的に考えた経済学理論ですので、どうしても間違う。政治的にもそうですね。こういったものは実用の社会ではどういう悪さをするかっていうと、例えば最近選挙になっております野田首相がですね、絶対に増税しないと公約して当選してしまったって首相になったから今度は増税に命を懸けるというほどはっきりとした矛盾があってもですね、実はこれも哲学的に言い訳ができるんですよ。もう非常にはっきりとしたこういった相反する言動ですね、これは普通ではですね、ちょっと日常生活ではちょっとですね許されない行為なんですよね。食事をする前に割り勘で行こうって言った本人が食事が終わってもらうとおごってくれっていうやつですからね。こういうやつは一体あなた何やってんのっていうことでほとんど人に相手にされないんですけども、これに哲学的な衣をかけますとなんとなくこう成立してくるわけですね。これ民主党がそうですね、国民が良いと思う公約、減税、無駄をなくす、子ども手当を出す、高校学校を無料化する、高速道路を無料化する、コンクリートから人へ行く、 CO2 削減する、普天間基地の県外移転をするといったですね、ことを掲げて政権を取ったわけですね。その結果どうしたかったら増税をし、予算は100兆円を超え、子ども手当は支給せずに扶養構造手当をなくし、
ごく一部の高速道路をある時期に無料化しましたが、それだけと。コンクリートも人もなし、CO2 も増加して、普天間基地はそのままという状態ですから、これはもう政権にとどまらずですね、民主党の党員は全員国会議員を辞めなきゃいけないのはもう当たり前ですよね。だって嘘をついて当選してるんですから。だから今度、国民がですね、民主党を一人も当選させないというのは最低の条件なんですが、これをですね、実は日本の哲学的な論断がありますね。政治学とか倫理学、経済学といった人たちが異議を申し立てないんですね。かえってこれにですね、報道機関も参加しまして、かえってですね、なんかそのあれですね、民主党はダメ、政治家としてダメなんだと、嘘をついたんだというふうに批判する人たちを攻撃するという、これは哲学的にはできるんですよ。つまり哲学というのは自己防衛ですからね、自己防衛に理屈をつけるというだけですね。例えばちょっと角度を変えてみますと、現代文明は悪だという哲学的な考え方あります。しかし現代文明というのは地球上の人が全員が少しでも良かれと考えて作り出した結果ですね。これが悪いと一人の人が言うことになると、地球上の人の全員が選択してた結果より哲学者一人の方が良いということが分かるということになりますので、これにはやっぱりこれの理屈がいりますね。例えば現代文明が構築されていくうちでですね、情報が正しく伝わらず多くの国民が実は錯覚をしてるんだっていうのは特殊な状態を作らなきゃいけません。こういった奇弁は世界的にも特にアメリカを中心に非常に強いわけですね。アメリカの正義、それから一ところ非常にこう盛んになりました正義を語ろうとかいうハーバードの講義がありまして、多くの日本人がそれに陶酔しておりますが、本当におかしいと思いますね。例えば一つの具体的な例を挙げましょうか。1988年6月23日にアメリカの上院で初めて地球温暖化という問題が取り上げられ、地球温暖化は恐ろしい、直ちに世界各国が協調して CO2 を削減しなきゃないと世界中に訴えてキャンペーンを張ったアメリカは、その後一度も CO2 を削減してないんですよだけども日本のようにですね奇弁の哲学が進歩してない国がその犠牲になっております。さらに最近ですねこれもアメリカが支配する世界銀行がですね、温暖化怖いというレポートを出したんですよ。そしたら結構またそれに日本人が乗ってるんですよね。つまりアメリカという国はですね、哲学による奇弁の正義というのが成立するんですね。いいか悪いか別ですよ、これは。ですから自分で地球温暖化は恐ろしいと言ってみんなに呼びかけて CO2 を削減呼びかけて、自分は削減せず、それから24年経ってもう一度世界銀行からアメリカ人が温暖化が怖いからみんなで協力しなきゃいけないというレポートを出すと。これはね、日本の社会では許されませんね。みんなでお金を出して何かをやろうつって呼びかけた本人がお金を出さず、みんなが困ってるのを見てもう一回お金を出そうと言って自分が出さないっていうんですからね、そういうようなことがこう哲学の衣を着ることによってですね、正義に見えると。で、日本人はそこの思考力がちょっと不足してるのか、それに引っかかると、いうことですね。例えば前の第二次世界大戦でアメリカに戦ったんですけど、日本が悪くてアメリカが正しいっていう人もいるんですけどね、アメリカが太平洋を全部取って日本まで来るっていうのはそれは異常ですよね。日本がアメリカのカリフォルニアまで行ったわけじゃないんですから、これはもう全体から見ればいろいろ細かいことがあるにしてもアメリカが悪いに決まってるんですけどね、こういったものは巧みな、自由と正義を守るとか、地球温暖化を防ぐとか、そういう、正義と思われるようなものを前面に持ってくるというのが、アメリカの正義であります。これはアメリカの正義が悪いかどうか分からないというのは、実はですね、アメリカ人を守るためには強力なんですよ。今まで非常にこの強力な論理でアメリカ人を守ってきたわけですから、アメリカ人を守るアメリカの論理は間違ってるかというとですね、この話の冒頭で言いましたように、哲学はもともと生物としての自己防御のために発達してるわけですから、いいっちゃいいってことを言ってるわけですね。しかし日本はちょっと違うんですね。私は日本が品性が高く、政治家が誠実味を持ち、専門家が自らの名誉とかお金よりも職業としての倫理を重んじるようになればですね、おそらくアメリカ的な奇弁であるとか哲学的なその800大言が影を潜めてですね、本来日本が持っていた
自然や現実に根ざした上品な社会を取り戻すことができるように思うんですね。そうしますといとも簡単に野田首相とか地球温暖化サンデルの正義というのがいかにおかしいかということが目に見えてくるのではないか。しかしそれを妨げているのはやはり何もしないでピンハネしている東京というものが存在して、これがやはりですね、詭弁に基づく哲学というものを中心にしているので、これを解体しないとですね、日本の繁栄と幸福というのは訪れないだろうと私なんかはそう思います。